オペラの漫画。文化祭用の提出物を出してクラスの出し物決めと。私は奏、世界中のお金持ちが集まるソプラノ学園の生徒です。数週間後に文化祭を控えていて、実行委員の私は大忙し。あら、貧乏人の奏じゃない。忙しそうにしてるわね、エリカちゃん。やっぱり貧乏暇なしって言葉は本当なのねこの子はクラスメートのエリカちゃん。もちろん大企業のご令嬢でお金持ち。もう少しは手伝ってくれても。私が手伝う？お嬢様の私がどうしてそんな雑用を。貧乏人の奏にとってもお似合いの仕事よ。頑張りなさい。もうみんなセレブだから全然雑用やらないんだよね。実は私はこのセレブ高校で唯一の超貧乏人。玉の輿という夢のためにバイトを頑張りながら通っているのです。詳しくは過去の貧乏少女シリーズをチェックプンに。いやー、黄色い犬のキーホルダーすごくかわちい。犬じゃない、プニプニだプニ。あゆみのカバンにすっごく似合いそうだな。欲しいな。あゆみ先生、最近ソプラノ学園に赴任してきたあゆみ先生、ちょっと変わってて肌触りもふわふわと気持ちいい。いや先生、何してるんですか。あ、先生の分厚いファンデーションがついちゃってる。あ、本当だ。あ、ごめん、つい可愛くて頬ずりしちゃった。悪気はなかったの、テペロ。もういいです、そんなに気に入ったなら先生にあげます。いいの、やったー、あゆみ嬉しい。このキーホルダー、あゆみのカバンにつけたらもっと可愛くなると思うね。あゆみ先生もらうの？洗って返すとかじゃなくて。早速カバンにつけてみよーっと。絶対可愛いよ。先生って女子生徒のものを奪ってるのをよく見るような。そう、あゆみ先生はこんな感じで生徒のものを何でも奪ってしまうタイプの先生なんです。イエーイ、今日も欲しいものゲッチュー。ここの生徒ってみんなお金持ちだから、持ってるものもいいものばっかり。すぐに譲ってくれるし、ここの先生になれて最高だわ。欲しいものは持ってるやつから奪う。自分でお金出して買うより簡単よね。うん、エリカ、それプニプニの新作リップでしょ。数量限定だったはず。そうよ、私の父とお付き合いがあってプレゼントしてもらったの。発色も良くて。何それ、ハチ。ちょうど発色いいリップが欲しかったのよ。あゆみも試させて。ま、え、ちょっとあゆみ先生。やだ、本当にいい色。あゆみの唇に超似合ってる。ハチの人のリップを勝手に塗るなんて信じられない。そんなリップもう使えないし、いらない。いいの、エリカちゃんって優しい。あゆみ、大切にする。私に近づかないでください。やっぱりあゆみ先生はわざと生徒のものを奪ってる。わざともらえる状況を作って欲しいものを手に入れてるんだ。そういえば、かなでさんからもらったことってないな。学園一の貧乏らしいけど、それでもソプラノ学園の生徒だし、なんかあるはず。突然だけど、今から荷物検査するわ。かなでさんのカバンから。荷物検査？筆箱に鉛筆と小さい消しゴムだけ？あとはもやしがパンパンのお弁当箱？ん？先生、どうかしました？校則違反はしてないと思うんですけど。奪えるものは何もない。う、嘘でしょ。貧乏とはいえ限度があるでしょうが、この私が何にも奪えないだなんて。はっ、まさか私を警戒してるとか。ソプラノ少年団様。この歓声はソプラノ少年団。この学園にはソプラノ少年団という御曹司4人組が存在する。桁違いのお金持ちでイケメン、学園のアイドル的存在。親衛隊というファンクラブも存在するほどの人気で、遅刻なんて気にしない。少年団のリーダー的存在、俺様御曹司のアルト君。俺様がいるところは常に盛り上がるから、アルト様が出し物でいいんじゃねえか。優しくて王子様みたいな成田君。僕に手伝えることがあったら何でも言ってね。無口でワイルドな印象のカイリ君。警備の仕事ならうちの組のやつらを派遣できるぞ。組？それはお断りします。すべてお金お金お金。
とママが学園に結構寄付してるんだし、文化祭の名前はカジノ祭にしようやん。カナダが実行委員とか文化祭が貧乏臭くなりそうだ。もうまたそんな意地悪言って、アルト様ったらまたカナダになんか構って。なんだかんだ言って仲がいいよね。ずるい。アルト君とカナデさんは仲がいいのね。ってことはカナデさんから奪うとしたら、アルト君貧乏ってことはどうせお金持ちのアルト君と玉残しでも狙ってるに違いない。聞く。よし、その玉残しポジション私がいただくわ。その日の午後、それではクラスの出し物である演劇眠れる森の美女の役決めをしたいと思います。まず王子様役は、それはもう決まってるじゃない。王子様役はアルト様以外ありえないわ。賛成。おい、お前たち面倒な役を俺に押し付ける気だろう。そんな、まさか。アルト様以外に王子様ありえないと心の底から思ってますってことだけど、アルト君いいかな。そうだな、カナダが姫役をやるっていうなら王子役をやってもいいぞ。それが条件だな。え、アルト様、私が姫役に立候補しようとしてたのに。私が姫役、無理だよ、無理無理。そんな大役今までやったことないし、演技も上手じゃないし。そうね、かなでさんに姫役は無理だと思うわ。なぜなら、かなでさんはオーラも輝きも美しさも何一つ持ち合わせてないでしょ。その点、この私、あゆみ先生は姫役にぴったりじゃない。ひどい、教師がそこまで言う。美しくて儚げで、女性らしくてキュートで、まさに姫といえば私って感じよね。しょうがないわね、あゆみが姫役を引き受けて。あ、いえ、る絶対この人が姫役だけは嫌だ。いけない、このままじゃあゆみ先生のやりたい放題になっちゃう。先生、演劇の役は生徒がやることになってるので大丈夫です。なんですって。ちょっと、私以外に姫役ができるわけないでしょ。なんで押すのよ、まさか出ていけって。先生は忙しいでしょうから職員室へどうぞ。せっかく奏さんから姫役もアルト君も奪うチャンスだったのに。その後、アルト君の説得、私が姫役をやることに。カナダが姫役ってだけで笑えるだろう。確かに、カナダが姫とか似合ってなさすぎて笑えるわね。他の女子生徒じゃ喧嘩になるけど、カナダなら大丈夫そう。そんな理由で私を姫役に。ウケー。よし、それじゃあ姫役はカナダで。みんないいな。いいな。まさか本当に私が姫役になっちゃうなんて。大丈夫かな。でも正直言うと、お姫様にずっと憧れてたんだよね。いつも木の役 A とか雲の役 B とかだったから、こんな大役初めて。脇役中の脇役ポニーナ、面白いっていう理由は不本意だけど、でもみんなを見返すくらい姫役を一生懸命頑張ろう。家に帰った私はお母さんにそのことを話した。カナダが姫役ですって。そうなんだ、練習頑張らなくちゃ。玉の腰まで一気に近づいたわね。文化祭の演劇カップルは結ばれるってジンクスもあるし。私とアルト君が ないない、アルト君は全然私のことなんて。は、眠れる森の美女にはキスシーンもあるじゃない。キスシーンは念入りに準備よ。歯磨き3回、直前までガムを噛み続けて口臭対策ね。お母さん、本当にキスするわけじゃないから。私以上にお母さんが盛り上がった。その頃、ソプラノ少年団は優雅なオペラ鑑賞中。やっぱりオペラは最高だ。僕の心の癒し。こんな風に芸術に触れる時間もたまにはいいよね。その時、姫は王子はアルト、お前何してるんだ。何？キスシーンがあるのか。顔近づけるだとは。余裕だぜ。最後は二人は手を取り合って。ちょっと待て、そんなの劇の台本に釘付け。カナダが相手だから緊張してるんだな。そして演劇の練習開始したんだけど、なんて美しい姫なんだ。
眠っているようだが、どうしたら起きるのだろうか。演技とはいえ、アルト君の相手役ってなんかドキドキするな。なんでだろう。なんか違う。全然世界観に入り込めないっていうか、やっぱり姫が美しくないからじゃない。姫からでも私にしたら、あゆみ先生は毎日劇の文句を言っては姫役になろうとしてくるのです。先生、練習の邪魔をするなら出て行ってくれ。こっちは一生懸命やってんだよ。アルト、どうどう。邪魔だなんてひどい。あゆみはただもっといい劇になるように提案してるだけで。あゆみ先生、劇のことは僕たちに任せてください。ちょっと私は先生として監督責任があって。劇の練習くらい大丈夫だ。むしろ先生がいない方がいいって主役が言ってるだろう。バイバーイ。また追い出された。カナダ先生いなければ絶対に私が姫役だったのに。どう考えても私の方が絵になるし、絶対いい劇になるでしょ。うっくしんじゃない。姫役になれたらカナダさんからアルト君を奪って玉残しポジションになるのでも近道だし、やっぱり何としても姫役を奏さんから奪わなきゃ。でも奪うにはどうすれば。お、奏さんが劇に出られないようにすれば自動的に私が姫に。そうや、いいこと思いついたわ。私が絶対に姫役になれる方法あるじゃない。そして迎えた文化祭当日。いらっしゃいませ。ソプラノ学園の文化祭開幕です。私たちのクラスも無事に劇の1幕を終え、10分後に始まる2幕に向けて準備中。1幕はトラブルもミスもなく終えられてよかった。次の2幕も無事に終えられたらいいな。2幕で着るお姫様役用のドレス綺麗だな。こんな素敵なドレスを着る機会なんてないから、すっごく嬉しい。よし、そろそろ着替え。あら、かなでさん、そのドレスすっごくかわちい。このドレス、あゆみ欲しいね。ってことで、いただいていくわ。あゆみ先生、待ってください。そのドレスは2幕で着る衣装なんです。返してください。私にぴったりのドレスゲッチュー。先生、どこに行くんですか。ドレスを返して。どうしよう、しているうちに2幕の劇が始まってしまった。あれ、あそこに寝ている姫ってなんだ。1幕の時の姫と顔変わってないか。っていうか人が違うよな。1幕と2幕で姫役を変えたのか。なんでだ。無事にお姫様役なりすまし成功。会場はちょっとざわついてるけど、きっと1幕より美しくなった姫に驚いてるのね。さあ、あとはアルト君が私にキスをしてくれるのを待つだけ。おい、舞台上にいる姫ってあゆみ先生だよな。なんであゆみ先生が姫をやってんだよ。てか、カナダはどこに行ったんだ。あげる。アルト君、カナダ、お前、その格好はクローコの衣装だろ。どうしてそんな格好に。実はさっき控え室でカクカクシカジカソプソプラノラノで、あゆみ先生に姫役のドレスを奪われちゃったの。先生は姫役を諦めてなかったみたい。なんだって。でも、もう2幕は始まっちゃったし、ここで私が入っていったら劇がめちゃくちゃになっちゃう。しょうがないから、ここからの姫役は先生にやってもらうしか。何言ってんだバカかなで。そんなのダメだ。お前だってここまで頑張ってきただろ。俺の相手役はこれまで一緒に練習してきたかなでだけだ。待ってろ、エリカ、ちょっといいか。はい、アルト君。一体何をするつもりなの。もうどうすることも。アルト君の足音、ついに観念して出てきたわね。もう待たせるんだから、早くこの眠る姫の私をキスで目覚めさせてちょうだい。違う、ここに寝ているものは私の運命の姫ではない。私の姫はずっとどこかに閉じ込められ虐げられていたのだ。さあ姫よ、出てこい。どういうこと。アルト君、セリフ台本と全然違うじゃない。一体どうなって。
王子様、私が本物の姫でございます。え、本物の姫？閉じ込められていた私を見つけてくださったのですね。かなでさん、どういうこと？はあ、あの子一幕で姫役をやってた子だ。なんて綺麗なんだ。まるで本当のプリンセスみたいだ。眠りの森の姫のストーリーを少し変えてるんだな。凝ってるな。やったわ。観客が奏での方に釘付けになってるわね。アルト様に姫用ドレスを新しく用意してくれって言われた時焦ったけど、うまくいったね。あゆみ先生の好きにはさせないんだから。今度はこっちがあゆみ先生の見せ場を奪ってやるわよ。俺の本当の姫は君だったのか。アルト君じゃなかった。王子様。ちょっと待った。おお、もう一人の姫が起きたぞ。おかしいでしょうが、台本通りに進めなさいよ。ここアルト様が歩みをキスで起こすシーンでしょ。なんでそこの姫といい感じになってんのよ。早くこっちに。え、はあ、これはドレスが。なんだあれ、姫のドレスが弾け飛んだぞ。はあ、いう演出だよ。まさか事故じゃないよな。コメディーかよ。ウケる。クルセットとボディースーツで体型偽造してたのがバレた。あの先生、自分はグラマラスとか言ってたけど真実はあれだったのね。何でも欲しがると思ってたけど、まさか脂肪も溜め込んでたとは。あのドレスは奏サイズだし、そりゃ弾け飛ぶよ。とりあえず先生、舞台からはけた方が。これじゃ劇がめちゃくちゃだ。アルト君、この状況で私を助けてくれるなんて。アルト君は本当に私の運命の王子様。先生、先生が入りそうな衣装を持ってきました。 5XL なので先生にぴったりだと思います。早くこちらの衣装を。そのドレスは XS なので苦しかったですよね。おほう、私は 5XL じゃないわ、2XL よ。おお、本物の姫が偽物を退治したぞ。あ、先生、お前の天然はすごいな。やっー、ブラボー、面白かったぞ。あゆみ先生の乱入ではちゃめちゃになりかけたけど、クラスの劇は意図せず観客から大好評で幕を閉じたのでした。その後、あゆみ先生が生徒の私物を奪っていたことが学校側に明るみになり、あゆみ先生はソプラノ学園から追い出され地元のヤンキー校に移動。今はヤンキーたちに見下される毎日を過ごしているとか。はあ、うっせえから黙ってろし。あゆみ先生が去って私たちに平穏な学園生活が戻ってきました。それにしても強烈な先生だったな。確かにすごかったね。ちょっとかなで、また少年団様と仲良くおしゃべりして。文化祭でアルト様の相手役をやったからって彼女気分になってるんじゃ。まさか私とアルト君はそういう感じじゃないから。彼女だなんてね、アルト君。あれ、アルト君なんか落ち込んでる。あ、アルト様、そういう感じじゃないって。そんなはっきり言わなくても。アルト、バイバイ。これからも地道に頑張って、いつか本当のお姫様になれたらいいな。カナダです。エリカよ、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。私を差し置いて姫役をやったんだから、あれくらい大盛況にならなきゃ許せないわよね。エリカちゃんのサポートのおかげだよ。本当にありがとうね。まあよくやった方じゃなくて。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。ごめん遊ばせ。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てねー。